はい、今ね事務所でねちょっとお聞きしたんですけどね、ちょっとこっちの方から上がってくれたかな、ちゃんと教えてくれましたわ。ここね、ここの事務所で聞いたんだけどね、はい、非常に親切に教えていただいて、パンフレットまでいただきましたよ。 ねここ前あの市本の公園の方から一回来たんだけど、何年か前に、はい、いつぐらいかな、だいぶ前なんですけどね、全然反対側やけど来れなかったんです。反対側の市本の公園からはね、で聞いたらあの天理教さんの中をね通って上がる道があるということでね、聞いたんですけどね、おそらくそれこれは東大寺山古墳、これでございます。標高 130m、 ちょっと道が悪いからね4人従ってください言われたんやけど、これはもう何年、3年4年ぶりかな、3、4年前からね、これ相当来れなかったんやけど、前回もね、だから反対の公園から来れないはずですわ。公園からトライしたんでね、結局来ることできずに山の上にね、前方公園行くんですけどね、 130m ぐらいあるのかな、形はちょっと分かりませんね。もうちょっと上がってみましょうか。今お話いろいろ聞いたんだけどね、天理教団のねの敷地でございますからね、管理をしてるかどうかわからないだったけど、形わからへんな、これ130メートルというふうに聞いたんやけどね、この分断によると140メートルというふうに書いてあるんだけど、かなりこのその頃はね巨大古墳言うて前方こういうふうに狂ってましてね、堂々と回ってたんだけど、まあ150メーターもないんでね、その頃はあんまりね興味はなかったかな、小さかったんで。あれ、これちゃうか、これか、違うな、タケノコだらけですが、あれこれ墳丁っていうこと、これわからんの、これ全然さっぱり、竹やぶで何にもわからへんだけど、わからん。ここになんか穴掘ってあるんだけどね、よしよし、ちょっと中入ってみようか。どういう形になってるのかな、これこれは何にもないね、なんかちょっとねこう溝ができとんねんけど、あれさっぱりわからんね、これこれが東大寺山古墳の中に入ってんやろけどね、ちょっと下降りてみようか。これものすごく高いんやけど、これ怖っ、すごいこと、お、滑るね、竹だらけでございます。そしてそこになんか穴が開いとんだけど、それなんだろう、これはイノシシかな、イノシシが掘ってますね、これ。あーすごいね、これイノシシが竹の子掘ったんかね、これ。これは何でございますか、これは。これは、何でもないかね。穴掘ってやるんだけどね。ふわふわやな、下。ここも穴掘ってやるんだけどね。ふわふわでございます。これがどっちがどっちだかわからんな、これ現代地に戻る、この辺はこの辺やろうけど、ダメですね、形がわからないです。これ真ん中がこれだけ落ちてるからね、円墳が2つあるような感じもしないじゃないけど、こっちとね黄墳が2つあるような感じ、これ真ん中があまりにも膨らんどるんでね、ここや言うとんな、現地1分、1分言うとけどね、こっち上がってみようか、上がられんか、上がられまへんな、向こうから上がれるか、
ね、横からちょっとね眺めてみましょう。形をあら分からんな、これではさっぱり分かりませんね。これはわかりませんわ。1分、これ見上がったところどうやろう。全く見せびなんで、これじゃわからんな、わしらじゃな。これはイノシシが食べたとかね、これこれね、上がられへん。どっか上がるルートを探そうか。はい、だだだ、下ふわふわでございます。左から上がれんかね、こっちから。上がれない。あ、なんか看板あるわ、そこに。この看板、何の看板ですか。どうも行かれんな、これ。ここ間から抜けていこうか。よいしょ。この上、糞帳上がってみたいんやけどね。今悪戦苦闘してます。悪戦苦闘。上まで上がってきたけど。ほら。まあ、歩かれへんねんで。竹ばかりで。だね。なんとかならんの、こう。歩かれへんの。これ。残念でございましたね。何にもなかったですわ。目印ないもんが。上まで上がってきたんだけど。糞帳中の。なんかないの、何にもないか。残念ですね、何にも目印がないですわ。お、そこなんかあるぞ。天徳なんかあるぞ、そこに。この上なんかあるぞ。この上に、はい、来ました来ました。なんかここに、ほれ、なんて書いてあるのこれ。あらあら、渋宮、立ち寄りしようか。あー、分かりませんでしたね、形がさっぱり。ここになんかね、こうやって立ち寄り所になってるけど、こっちが見た感じ丸くなってるか。これ公園分なのかね。失礼します。これはちょっとわからんな。これでやったらずっと1分やし。はい、わかりました。わかりませんでした。竹ばっかり、竹林でございました。三角、三等三角点、ここにあるんやけどね。帰るはどうやって帰るんや、これ。また同じとこ帰る、帰りましょうか。もう道がないからね、大変なんですよ。ほらら、どっか行けんな。こっちがいいか。左から降りられへんかね、これ。もうね、蜘蛛の巣だらけでございますからね。ちょっと避けながら行きましょう。まだ蜘蛛の巣。どっから来たかな、こっちから降りれんかね。
ずっと右に曲がってきたんだけどね。追いられまへんか、こっちから。どっから行ったらいいの、ここから行けんの、こっちからまっすぐ。ちょっと形わからんなんだね。左側、右側もわからんな。どこ上がったらよかったんか、これ。わからんがね、これ。どこから上がっていいか。おこの辺かなんか上がりそうやけどね、ここから。ここから上がるか。いやー、タケノコいっぱいでございます。タケノコいっぱいでございます。タケノコ、ほら。これはどうなんだろうね。人の手で掘ったんかな。ほれ、これもタケノコ。これ、急やけど。蜘蛛の巣がいっぱい張ってるから、横に迂回して、もう頭の中、頭、わあ、ここも蜘蛛の巣。はい、これ蜘蛛の巣や。どうすんだこれ、こっち行くか。もう蜘蛛の巣だらけでございます。はい、タケノコさん出てきてました。おはようございます。これもう3日ぐらいするとね、すごいことなんだけど。行かれへんのこれ。はい、出てきましたけど。これね、最初来たとこ。残念。あ、ここですわ、刺してんのが。これ、ここになってますよ。ここはじゃあ、公園無事ですかね。ほら、到達したってことになってるから。はい、ありがとうございました。何年越しかあったかね、東大寺がここ。反対側の公園からね、一生懸命トライしたんだけどね、全然行けなくて。形が分かりませんでしたね。残念でございました。竹林になってございますからね。はい、ちょっと雨の降る中ね。ありがとうございました。東大寺山古墳でございました。天理教さんの方でね、いろいろ教えていただいてね、上がってきたんですけど、非常に親切にあっちもこっちもしてくれるんですけどね。はい、ありがとうございました。今、これずっと降りてくると、まあ濡れるけどね、今日は雨降ってるから、下がね、濡れてるんで。こうやろ。形がわからんね。行きましょう。はい、ありがとうございました。あとで地図で見てみよう、どんなんか。いや、ずぶ濡れやわ。はい、ありがとうございました。